はい、こんにちは、ジョマです、開封記録になります。ですね、はい、こちらです。ちょっとね、荷物というか、この間片付けた段ボールがまだそのままなんですけど。はい、一発勝負。あ、これは簡単に取れますね。気持ちいいですね、ピコッとね。こちらはですね、先に言っちゃいますけれども、レコードプレーヤーです。レコードプレーヤーもね、私、ヤマハの GT750 買って、もうね、だいたいいいだろうっていう感じになってたんですけど、まあ、またちょっといろいろね、欲しいものが出てきて、リニアトラッキングっていうのが今ちょっと欲しいの。それはまあ安く売ってるんですけど、こちらはですね、なんて言ったらいいんだろう。ダイレクトドライブじゃなくてベルトドライブ。ベルトドライブの、先に言っちゃいますけど、ベルトが回るところがこうなってて、外にこう回すところがあるんですね。パイオニアの昔の機種なんですけれども、ちょっと見つけちゃったんで、これどうやって出そうかな。ひとまずこの上に置いちゃおうかな。よいしょ。結構ね、重いんですよ。お、なんかガタガタってなったな。よいしょ。ひとまずこっち置きましょうか。ちょっとカメラの位置変えますね。あ、似たようなものか。これはライトつけた方がいいのかな。ライトの反射でですね、つけるとね、眩しかったりちょっと暗かったり。あれ、これ鍵盤が割れてますね。鍵盤割れてるのは知らなかった。書いてあるかな。おかしいな、これ割れたんじゃないかな、輸送中に。こんなにこれ全然梱包もしてなくて、バンとか言ってね。ちょっと待ってくださいよ。これは結構問題ですね。ちょっと写真撮っておきましょうか。ね。ちょっと開封確認で何やってんだって話ですけど、
まあでもこれはね、あの売り主さんの問題じゃなくて配送の方の問題だと思うので、まあひとまずやりますね、これまたね。なんかすごいな、いろいろ。まあ梱包の問題もあるかもしれないですね、これね、止めてくれないという。まあ、ライブだからこそ、まあ、ライブじゃないですけど、こんな感じですね。で、ベル、あ、保有記録にしちゃいますね、これ。今日は動かないんで、これ、ベルトがないんでね。これ外すと、こんな感じになってて、ここにベルトがこう回るわけですね。くるくる。で、これで、こうなるんですけど、外側に回るところがついてて、ここを回せるということでね、ちょっと欲しかったんです。メンテナンス性も、パカッとね、取り付けるだけという。これもすごいな。全然何にも止めてないから、これは運送会社というか売り主さんの問題かな。カートリッジのここも止めてないから、この針先がですね、がっつり下にこう、まあ、ぶつか、少し右向きになってるんで、ぶつかって針が折れたってことはないような気はしますけれども。なかなかこれは、これが外れてるけど、これはなんだ？あ、ちゃんと取りながらなんでね、あれですけど、ちゃんとここは止まらないんですね。止まらないからこうなって、まあ今私斜めにしたのもあるけど、それにしても今ぐらいの斜めなんでね、今バキッと割れた音もわかんないし、こういうな状態でね、これも下に入ってたり、もう何にも止めてないですね。これはどうなのかな、この方、売り主さん。こうか。これはまあ大丈夫そうですね。別に折れてるとかじゃないから。これはどこなんだろう。あ、ここか。ベルト回すところっぽいですね、雰囲気的には。これの替えかなんかなのかな？そんな感じですね。色も同じですね。はい。ということでですね、ちょっと嬉しくて楽しみだったんですけれども、なんか、ここ割れてんのがまず一つね、これは結構大きいですね。あとはまあこっちはちょっとわかんないですね。でもなんか、バーンって乱暴にね、斜めにこれなってるんで、針はこれによる影響で何かなったっていうことではなさそうですけど。そうだ、これもダウンのままになってましたもんね。はい、ということで、まあ、開封確認でした。いずれにしても、まあ、返品とかはしないので、売り主さんに文句言うか、これどう？ちょっとここ見てみますね。割れてたのかどうなのか。まあ、割れてたんであれば、まあ、あとは、まあ、うーんっていう感じですけれどもね。
ちょっと見てみましょうか。ちょっとネット見てみますね。もうこれジョマライブということで垂れ流しなんで、リアルのね回復ということで、ね、今オークションが開いてます。こちらですね。評価も別に悪くないし、もう3000件ぐらいやってるんで手慣れてるはずですけど、なんで何も止めないんだろう。あ、やっぱ割れてないですね、これ。はい、ということでですね、今写真確認したんですけれども、ここに割れてんですけど、ここは割れてたんですけど、こっちの天板は割れてなかったですね。それでこれ何も取ってなくて、まあ私今外しました、こうちょっと斜めにしましたけど、その時割れたとはちょっと思えないんだよな、うん、でもまあ斜めにしたことは斜めにしたし、でもひっくり返してはいないもんな。天地無用とかね、何も書いてないしね、ひっくり返せばこれバリンといって割れますもんね。割れる可能性は高いですもんね。うん、まあ割れてても機能的に問題ないから、しょうがないですか。ね。で、あとまあ全体的に古いので、それ以前にもベルトがやっぱり中ついてなかったとか、まあ他のこともあるんでね。ジャンクということで買ってるんで、まあ一応ちょっと配送会社には連絡するかもしれないですね。はい。ということでですね、まあパイオニアのなんだっけ、型番後で下に書いておきますね。これがすごく欲しかったんで。ちょっとですね、あの根元が回るのかどうかもやってみますね、これでね。よいしょと、コンセントここにやったんで、とっても便利です。あ、回りましたね。はい、オン、オフ。はい、こちらですね。こちらをオンにすると回りますんで、オン。でこういう感じにして、まあダウンにすると、はい、下がります。これも大丈夫ですね、上下も。でそれから回転はこれか、これで回転数が変わるんですね。うん、ちょっとわかんないですね。これ、小さいのがくるくる。あ、そうだ。これ変わらないんだ。変わるのは、これが上下して、
ベルトの位置を変えるんですね。あ、ここで変えるのか。ベルトの位置を変えて変えるから、この回転は変わらないわけですね。はい。ということでですね、ベルトがあれば動きそうな感じです。はい。途端になんか嬉しくなっちゃいました。ちょっとね、天板割れてたのはこれショックですけれども、まあ、機能的には大丈夫なんで。でも、あれですよね。普通の人はすごく気にしますよね。割れてこれ、補修するというか、もうこの割れがね、割れ自体がね、すごく目立ちますから。うん。はい。ということでですね。まあ、動くと。ベルトもやって、止まんない。オフにしても止まらない。あ、カチッといかなきゃダメなのか。こうやって。こうやっただけじゃなくて、カチッといかないとダメなんですね。はい、ピチッと止まりました。ここもなんかちょっと曲がってますね。さっきちょっと入らなかったんだけどね。あとこれはもうガチガチだから、これはどうしようもないですね。なんとかしないとね。これしょうがないですね。はい。ということで、パイオニアのレコードプレイヤーのドタバタでしたけど、開封でした。ありがとうございます。